軸を旅して未来を救え、クロノトリガー実況プレイ、パート23やっていきたいと思います。前回、どこに行けばいいのか分からなくて積んでいたんですけれども、原因が分かりました。今いる場所なんですけども、ここ多分どっかに詰まってたんでしょうね。こんな感じで通れないと思っていたら通れました。水中な、水の上をそのまま歩けるっていうのはすごいあれですけどね。だから普通に通れるとか通れてないだけだったっていう、ちょっと間抜けすぎるオチでした。ちょっと残念すぎますね。というわけで、続きやっていきたいと思うんですけども、まずこの敵にしよう。天属性と雷属性じゃないんですか。
そういうやつ。また回復させて、よし、勝った。まあでもレベル高かった。ラオツ神を生んだ魔王様が400年前に人間どもを滅ぼしておいてくだされば、今頃この世界は我ら魔族の時代になっていたもの。嘘。結構ギリギリだったな。やっぱり中世の魔王がこの星の部屋をめちゃくちゃにしてしたラオスを生んだのね。中世に行って魔王を倒せば歴史は変わるのかしら。千年祭り広場のゲートを使えば。飛び込みますかって言ったら飛び込んでるとこ行って、どこに繋がるの。ああ、こっちに来るんだ。とりあえず戻ってきた。って感じですかね。ちょっと、俺ちょっとほっとしたぞ、今。いろいろちょっと準備したいな。グッズマーケット、今日もレイエレインさんは夏木場か、フリッツのやつ本当にどこ行っちまったんだ。あら、いらっしゃいます。何のご用でしょうか。ありがとうございましたと。じゃあこの家のことを聞きたい。いや、聞かなくていいや。いや、いいや。なんか一人、この家には人に記憶がとどまるところがあるという、そこでは危険を近づかずも旅の記憶を取ることができると。さあ、レフィーマサ、もしも物が欠けたら旅の記憶を取ることを進めるぜ。まあ、石付けのところほど出現しやすいという話だからな。もっとするともう一つ、ワールドマップではどこでも旅の記憶を取るのに忘れないでくれ。まあ、よくある話ですね。ここだと普通にセーブができるって、まあ、この後も静かわかると思いますけど。なんか見てみますか。あ、ここは行けないんだ。よいしょ、では。ああ、はいはいはい。まあいいや。
千年祭りで行われてるんだけど、これからどうしていけばいいんだろう。ちょっと広場の方行きますか。繋がるのね。これで増えていくのか。この AD600 のトゥルース村裏山的な、100年前に戻るって話か。あ、なんか敵が。来たことがある、あそこか。なるほどね。いや、一回戻りましょう。あ、でもここからどこ行っちゃいいんだかよくわかんねえな。ちょっとここからどう進めていいのかちょっと迷子になってます。よし、何かあったらいつでも来なさい。私がお前さんたちの時間の道しるべになってやろう。ここでちょっと回復して、今何分だ。13分か。ちょっとこの後私学校で授業があるので、じゃあちょっとここで今回のパートは区切らせてもらいたいと思います。ご視聴くださいましてありがとうございました。